こちら森岡剛さんという株式会社刀、今ハウステンボスの、マーケターとして活躍されている、森岡剛さんが書かれた本、はい、USJ を劇的に変えたたった一つの考え方、これ副題がですね、成功を引き寄せるマーケティング入門なんですね。はい、やりたいのこれなんですよ。はい、成功を引き寄せマーケティングなんですよ。はい、で成功を引き寄せマーケティングと言いながら、この我々はい、M8 招待というんですけど、はい、この動画を始めたきっかけというのが、幸せを哲学しようっていうのが1本目なんですね。はい、それで始めている、はい、で、トヨタさんでいうところのファントゥードライフ、はい、まあ、これスローガンですね、はい、企業スローガン、まあ、日立でいうところのインスパイアーザネクスト、はい、ホンダでいうところのパワーオブドリーム、M8 でいうところの、はい、フィロソフィーオブハピネス、はい、っていうのを掲げてやっておりますと。ただね、まあ、昨日のライブでそのマーケティングの話をしながら、はい、このものの考え方というのは順番があるよと、はい、目的、目標、はい、戦略、はい、戦術、はい、この順番だよ、はい、っていうのを昨日やりました、はい、ありがとうございます。一般ピーポルである私、はい、一般ピープルを代表していると思ってます、はいはい、で、まあ、何かを始めるときに、はい、森岡さんが言うね、はい、大切なのは目的、はい、目標、戦略、戦術、はい、この順番だよ、はい、っていうのが多分そうなんでしょうね、はいはい、ただこの一般代表である私としては、はい、そのなんかできることとか、はい、誰かがインスタでやってるよって、はい、インスタのリール上げると成功するよって、はい、って言ってるから、はい、じゃあインスタ、はい、で自分ができることをやってみる、はい、みたいなので、このなかなか何て言うんでしょう、この成長曲線なる、はい、このなんか上に上がっていくと気持ちいい感じがするじゃないですか、はいはい、認められたみたいなっていうところで、まあ、迷うんですよね、はい、で昨日の動画では隊長と、まあ、大喧嘩ですよね、はい、隊長と大喧嘩したのは、はい、ある人からちょっと一旦タイプの話をそんな話でしたっけ、タイプの話をさせてもらうと、はい、この INFP、まあ、巷で流行っている、はい、MBTI 16タイプパーソナリティーズから、はい、この INFP だよっていう方から、その INFP をマーケティングしてくださいっていう、はい、ザクッとしたはい、お題をもらったんですよね、はい、で私はいや基本目的がわからないと、はい、マーケティングはできないよっていうのはあるのはわかってるけど、はい、私同じタイプだと思ってるよ、はい、だから僕は知ってると、はい、あなたに聞くマーケティングができると、はい、それはこのマーケティングの中にあるマーケティングっていうのはこのブランディングっていうのとセールスマーケティングっていう2つを囲ったものをマーケティングと言っている、はい、もちろんこのマーケティングには 4P があるよとかいろいろあるんですけど、はい、それ置いといて、ね、マーケティングブランディングがあって、このあなたに聞く INFP と名乗るあなたに聞くマーケティングは、はい、ブランディングで言っているどんな人間になりたいかだ、はい、っていう話をしたんですよ、はい、それをやれって言ったら、はい、隊長は言うんですよ、はい、目的ですよ、はい、ほらもうこれ目的ですよ。これ僕ね、もう昨日寝れなかったんですよ。もうずっとね、はい、目的ってなんだと、はい。目的ってね、難しいんですよ。はい、で、はい、僕が言ったのは、僕はセクシーな男だ、はい。セクシーな男だと思われたい。そうみんなに覚われたい。はい、覚えてもらいたいっていう話、はい、手段ですよね。ブランディングですよって話をする。ブランディングはこうしたじゃないですか。っていう話をされて、はい、じゃあ目的ってなんだと。はい、で、じゃあ、僕がこのチャンネルの目的は、はい、スローガンであるフィロソフィーオブハピネスですよっていうと、それも違うっていうんですね、はい、あ、それも違うっていうか目的は何ですかですよね。そうで、目的ってなんだって思うんですよ、はい、そうすると結局楽していきたいとか、はい、ふんわりいきたいとか、はい、なんか自分の得意なことをして、はい、人に喜ばれて、はい、生きれるっていいよね、はい、これ幸せだよね、はい、っていう、なんていうの、みんなと一緒になっちゃうじゃんと思って、みんなと一緒なんじゃないですか。
あ、だとやっぱりこの人と、はい、まあ、製品と人、まあ、はい、マーケティングって製品が対象、企業が対象だとすると、はい、人とそこって、うん、一緒にするのって難しいんですかね。その、まあ、別にそういうとこじゃないですか。こういうことをやりたい、うん、で、まあ、多くの人が同じようなことを思ってるかもしれない。で、そこが決まってからですよね、うん、じゃあそれをするにはどうしたらいいのかがマーケティングじゃないですか。そこが決まってからって、そこってどこ。だから今言ってたじゃないですか、こういうふうにふんわりになるじゃないですか。ああ、はいはいはい、はいはい、でね、人の役に立ちたいとか。で、おそらく人の役に立ちたいは、はい、多分人間の根源的な、はい、その欲求というか、はい、まあ、あると思います。本能的にあると、本能的にあると思うんですよね、はい、そうするとあれみんな一緒になるぞってなるんですよ、はい、みんな一緒になっちゃいけないんですか。うんとね、人の役に立ちたいで、人の役に立つ方法は無限にあるわけですよ、うん、で、そしたら無限じゃないですか。でね、はい、まあ、僕はタイプ論なんて、はい、タイプ論って言っときながらタイプ論なんてないとか思うのは、はい、あるんですけど、はい、この僕今、はい、ENFP だと自分で思っていて、はい、NF タイプだなんていうタイプ論だと思ってるんですけど、はい、この NF タイプってね、はい、目的を見つけるのが目的なんですよ多分、はい、本当の自分で。それは多分間違ってるようだと思うんですよ。で、タイプ論的にはとらわれですよっていう。で、僕は思ったのは、はい、あ、これなんか俺ちゃんとそのタイプ論に沿ってやってるじゃんと思ってるんです、はい、目的を探して生きてる、はい、あ、これなんか、はい、うまくできてるなとか思いながら、はい、そういう実感があるって話です。実感がある、はい、そう、あの、僕は多分一生見つからないんだと思うんですよ。まあ、ないですからねただ探すとやっぱり僕はこの本能的欲求で、はい、みんなのためにって大冗談で立つのは何なんですけど、はい、多分なんかね、僕と同じところで、はい、悩んでる人が多いなって思うんですよ。今日は急遽予定を変更して目的についてね、はい、もう僕多分これが分からないとね、はい、寝れないんですよ、はい、もう昨日もなんか3時ぐらいまでね、ダンダンダンっていうアニメ と、はいはい、とあのカラスは主を選べないっていう、はい、まあ、それあれも全部見切っちゃったんですけど昨日、はいはい、5本ぐらい、はい、ぼーっと見ながら、はい、目的を探したいなと、はい、で目的ってこういう決め方でいいんだねっていうのが分かるのが目的です、はいはい、目的を見つけるのが目的です、はいはい、例えばスラムダンクで、はい、ミッチーは言うんですよ、はい、俺は諦めの悪い男、はい、これってあの強烈なアファメーションで、はい、僕が言う、はい、セクシーな男だと覚えてもらいたいっていうブランディングだ、はい、とは思うんですね、はい、で僕これを決めれば楽に生きられるんだって思ってる節があるんです、はい、これ目的が分かってるんですかね。目的が分かってないんじゃないですか。あ、分かってるかもしれないですけど、はい、その目的に必要なものかどうかですよね。なるほど。で、例えばセクシーに行きたいみたいなのって、はいはい、セクシーに生きれてないんだとすると、はい、多分ただの憧れみたいなところだと思うんですよ。で、例えば先に挙げたじゃあミッチーね、はいはい、あ、ミッチーってごめんなさい、三井寿、スラムダンクに出てくる、はい、出てくるスリーポイントシューターです、はい、で、ミッチは言うんですよ、はい、俺は諦めの悪い男、はい、これは目的が勝つ、はい、っていうのがあるから、はい、正しい、正しいというか、まあ、そう、そのために諦めないっていうのがあるってことですよね。なるほど、はい、でね、村上龍、はい、村上龍信者なんですよ、はい、村上春樹も読むが、はい、村上龍も読んでるんですけど、はい、村上龍の小説382ヤードパー4だったかな、第2弾、はい、出てくるのが、すべての男性は女にモテるために生きてるというテーゼがある、はい、っていうのがちょっとなんか染みついていて、はい、そこ本能的にあると思ってるんですね。すべての男は女性にモテるために生きている、はい、これが永遠のテーゼだっていうのが出てくるんですけど、はい、そこを挙げてるんだとしたら、はい、俺はどんな人間と覚えてもらいたいか、はい、セクシーであるっていうのは正しい。そのモテたい、うん、なぜモテたいかですよねっていうとね、急に、はい、お、目的ってなんだになってくるんですよ。はいはいはい、だから多分そこじゃないんだと思うんですよ。あ、
そこじゃないと思うんですよっていうのは、はい、まあ、そのなんかモテたいみたいなのって食欲と似てるレベルの話だと思うんですよね。本質的にモテたいとかっていうよりは、うん、お腹が空いたぐらいの感じじゃないですか。で食欲とかって別に人それぞれじゃないですか。で、うん、なその恋愛とかで言えば、はい、なんか好きな人とみたいな仲良くしていたい、それが幸せを感じるとかだったら目的かもしれないですけど、うん、女性にモテたいぐらいはただ食欲と同じぐらいのレベルの話だと思うんですよね。浅いって話ですね、はい、今のじゃあ違うんじゃないですかっていうのは、はい、その掲げている目的が違うんじゃないんですかっていう話ですね、はいはいはい、よくなんかそれはその人生の目的にはならないでしょうって話ですよ。毎朝ご飯を食べるみたいなのって人生の目的じゃないですよねっていう。ああなるほど。今はよく違うでしょっていうのでも、はい、その目的であなたが言ってるのは目標のことですよとか、はい、あなたそれ目的を手段のことを、はい、戦術のことを目的って言ってますよっていう、はい、違うの意味があると思うんですけど、はいはい、今の違うっていうのは、はい、目的が違うんじゃないかって話です、ね、そこは目的にならないんじゃないかって話。本能的なものってなんかもう食欲と似たようなもんじゃないですかっていう。なるほど、はい、でだからそこは否定はしないですよ。そういうものがあるかもしれない。なるほどなるほど、はい、で僕はそれを言われて、はい、あなんか違うんだってなったんですけども、はい、でここからスタート、はい、冗談が長くてすいません、はい、目的について考えようねって話なんですけど、